んで。はい、すっぴんです。はい、すいません。はい、お名前は？あ、市川美咲です。はい、美咲さん。はい、出身地は？出身地は埼玉県の所沢市って。あ、所沢なんだ。はい、知ってます？所沢は有名でしょう。だってなんでランズとか。いや、有名でしょう。だってそうかな。うん、みんな知ってるでしょ。本当、うん、埼玉の紹介をしようと思ったんだけど、せっかくだから所沢で。おうおう、じゃあ所沢。所沢の私が使ってる駅が航空公園っていう駅なんですけど、うん、航空公園、うん、でその駅ってすぐそばに航空公園っていう公園があって、うん、いろんななんかランニングコースとか結構広い公園なんだけど、うん、そこの名前の由来がもともと日本で一番最初に飛行機が飛んだところ、だから航空っていう。だからアナの飛行機の模型とかがあって、で航空記念館とか行くとヘリとか中入れちゃうようなところがあるから、行ってみると映画館もあるし楽しいと思いますよ。さすが、さすが詳しいですね。地元だからね。そしたら、日本文化について教えてください。うん、とりあえずは着物を紹介して。着物ね、うん、いいね。でもともとその私の母が着付け師の資格を持ってて。超すごいじゃん。そうそう、だから結構私も小さい頃から着物を着させてもらったり、うん、その浴衣も持ってるし、まあ、今持ってきてないけど、うん、だから結構浴衣着たい子とかいたら着させてあげたりもしてたんだけど、うん、着物の面白いところは、うん、あれって一旦自分のその成人式用の着物を買ったらそれ死ぬまで着れるんですよ。あれは結構その合わせの名前とかその死んだ人、生きてる人っていうのもあるけど、他にこの袖の長さの違いがあって、振り袖は未婚の人が25歳ぐらいまでの人だったかな、が着れて、で多分結婚したり30ぐらいになったらちょっと着て留め袖にしたりとか、いろんな意味があるから、でやっぱりそのお葬式とかの時に着るのは自分の家の紋が入ってるとか、なんかいろんな意味があるから、ちょっと調べると面白いかなって私は思います。面白いね、さすがですね。そんな感じですね。わかりました、ありがとうございます。